くまきょんがきチャンネルです。本日はこちらの曲をやっていきます。以前カポ5である C である3月9日に関しては紹介させていただいたんですけれども、今回はカポ3で行う3月9日です。どちらも原曲と同じキーになっています。登場コードは以下のようになっています。これがカポ3である場合の状態ですね。でカポ3でやるとどういう利点があるかっていうと、まあ D サス4とかが入れやすいって感じですかね。 D サス4ってこういうコードなんですけど、ここからD に行くだけでなんかちょっと簡単な前奏が演出できるかなという感じですし、まあもちろん響きとかもね変わりますよね。流れる季節のってなるのか、 C で弾くのはこっち、流れる季節のっていう、はい、まあ好みだと思うんですけど、好きな方でやるといいんじゃないかなと思います。あとギターデュオとかでね、2人でやるんだったら1人はこっちの方でやって、もう1人はカポ5の C でやってみたいにすると音の膨らみがあっていいですよね。でカポ5の C で弾く場合は別の動画で紹介してますので、概要欄に入れておきますので、そちらもご参考になりますと幸いです。で右手の話です。こういう風にやってました。いう風にやってました。まずはスローでご覧ください。これですね、最初に親指と中指を一緒に弾いてます。僕は中指で1弦弾いちゃってますね。そしてその後親指で3弦を弾いてます。そしてっていう風に3弦弾いた後に1弦を弾いて2弦を人差し指で弾くっていう風にやってますね。まあいろんなやり方がありますが、僕はこれがやりやすいのでこういう風にやっていました。まあアルペジオの1個のパターンです。複雑すぎてわからんっていう人はですね、上から順に1本ずつ弾いたらいいと思います。4弦からですね、4321って弾けばいいって話ですね。で次の F シャープマイナーセブンスイレブンスの場合は、6弦が上のベースの音なので6弦弾いて431っていう風に弾いてもいいし、ここはお好みで1本ずつ弾いていただくといいんじゃないかなと思います。まあ難しいなっていう人はですね、基本のストロークをやっていただくといいと思います。つまりはこれです。流れる季節の真ん中で、はい、ダーンっていう風にやっていただくと、こちらの曲も全部弾くことができるかなと思います。でここら辺のストロークの話なんかは今概要欄に入ってます別の3月9日の講座でも詳しく説明させていただいてますので、そちらもご参考いただくと良いかなと思います。ということで弾き語りしてみましたので、こちらも参考になりましたら幸いです。皆さんのギター上達を心から応援しています。それではどうぞ。少し照れてるあなたの
ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。